富士インターチェンジは、静岡県富士市にある、東名高速道路と、西富士道路のインターチェンジである。両道路を接続するジャンクションの機能を兼ねる。また、高速バスの東名富士バスストップについても、本校で記述する。東名高速道路のインターチェンジとして、共用を開始し、その後国道139号のバイパスとして、開通した西富士道路とつながり、 現在では高速道路と一般道の主要路線が連結した交通要衝を形成する。富士市と富士宮市が属する都市圏は、もとより広域を占める富士山とその再六沿線への奇襲点として、東部の御殿場インターチェンジあるいは、北部の中央自動車道川口湖インターチェンジと同様に富士周遊における拠点性を持つ。東 IC は、 西日本方面からの利便性が良く、主に富士山周辺を結ぶ高速バスの多くはここから一般道と乗降する経路を採用している。後に開通した新東名高速道路新富士 IC は、その本出入口より内陸側に移っており、さらに市北部や裾野市を横断する国道469号が手近に開通したことでより、 富士山南麓方面への利便性が向上した。日天は西富士道路にて相互連絡し、インターチェンジにおける交通動向は目的地別による通行車両の分散化を表すようになった。東名高速道路西富士道路インターチェンジ一帯東名高速と西富士道路が交差する。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成以下は、市街区域に所在するものを列挙し、富士山方面については、同方面の最寄りで入り口となる西富士道路、小泉インターチェンジを参照。富士バスストップや木蕎麦エクスプレス、かぐや姫エクスプレス乗り場富士バスストップは、東名富士インターに併設するバス停留所である。旅客案内上では、 透明富士と呼称される。乗り場はバス停に併設されており、富士市、または富士宮市のタクシー会社が乗り入れている。透明富士 IC 及び、上り線一般道出口との距離は 1.0km。AB 以前の原動区間である国道139号、富士 IC 交差点、小泉権原交差点間は2015年度より県へ移管され、 静岡県道414号富士富士宮線となった富士山周辺道路情報国土交通省関東地方整備局中部地方整備局公式サイト道路情報サイトの一つで各インターチェンジを要所として所要時間や沿線の観光案内を記載している新透明開通による高速道路の交通動向の変化中部地方整備局 ネクスコ中日本東京支社、http コロンスラッシュスラッシュ www.shintomei-shizuoka.net スラッシュ oneyar スラッシュ 05.pdf2015 年10月22日閲覧。京阪方面の藤山ライナーや金太郎号、北陸方面の金沢、小松、福井川口湖、富士急ハイランド線など。 富士五湖名古屋方面の区間直行便であるリゾートエクスプレスは新東名開通に伴い道路線経由となり上行は新富士 IC へ移行した富士富士宮東京線富士急行公式サイト備行注意事項を参照ありがとうございます